あ、画面の方が動いてますね。はい、では、もみじバーサス、ここいえこで、じゃあ、やっていきましょうか。準備の方できたら、じゃあ、準備の方できたら、ボタンを押して試合の方を開始してください。はい、自分のリビングで、どうぞ。ポポイエコバーサスもみじなんだろう。ハートの可能性が、割りかしって感じもするんですが、ですよね。さあ、ハート。最近メインでかなり動かしてるハートですね。ここを出していく。アルカナは雷じゃないかなーって気がするけど。雷、バーサス風。あ、両者自分の一番使い慣れたアルカナを選んでいく。まあ、対策もあると思うけどもちろん。両者関東勢なので、試合してることも、の試合ともしてること多いと思うんですが、まあ、どんな感じなのか、見ていきようと思います。呼ばれて飛び出た小民地、エコの恩師、カズヒ。では見ていきましょう。開幕動いて、ジャンプビキー。ワンコン捕まえて、画面発進。西いじめからダウン置いて、雷置いて、昇竜拳。これは、まあ、最後まで、1ガードして、繋いでいく。回るよ。さあ、総裁立ち絵、2A 立ち絵。立ち絵当たっていて、2A でキャンセルするんですけど、うちの方の時間的に立ち絵が間に合うんで。立ち絵ました。2B から EF ワンコン捕まえて、1本パーフェクト取っていく、おみじ。さあ、開幕をノリノリで、取っていきましたね。おっと、回るよ。じゃあ、立ち絵に関して経過してるんですが、ここは勝利が当たって、さあ、総裁から投げ、これは読んでおきている。立ち絵、立ち絵、立ち絵と。いいですね。2B、2C、2E からベルテックス。これは E ボタン溜めてたんですが、離したのかな溜めてたらそうだったと思うんで、離してしまい、こういう形でいく。ダッシュ E、ベルテックス。さあ、これかなり嫌な位置でしたね。ベルテックスが大きく当たる位置だったんで。相手側としてはかなりやりづらかったでしょう。昇竜拳、うん。これを繋いで、さあ、取っていく。ポポイガを取り返す。さあ、ポポイガも分けてられない。これは取り返し、1、1、1。変わる？スキリス。タッチや、カウンターで当たるが、これ繋がらない。だが、両者ダメージはここで取り合ってないんで、投げて、画面端、ちょー、絵描き、何が出る？家と雲。さあ、逆に雲なのが、コンボに邪魔にならなかったかもしれないですね。画面端。だが、この後の地面は、まあ、画面端が抜けていく。さあ、スキリスって、さあ、A、C、繋いでいくものの、その後繋がらない。B、C から昇竜拳。うん、繋いで画面端。さあ、昇竜拳。さあ、ジャンプいいじゃん。プレッシャーかけていく。タッチから、つなげて、勝利券、回るよ。バインとタッチが出てしまって、ここは、復帰ジャンプからかかん。さあ、これは復帰狩りを狙っていく。勝利券、4DE。ぐるんぐるんと持続で当たる。スキルス。投げる！さあ、今の位置を投げる。さあ、もう今の気合いを感じました。素晴らしい。さあ、タッチ一本先に取っていくのはポポイ。さあ、ポポイ側が取っていく先に。さあ、かなり流れのある投げを見ちゃ、見ましたね。キレのある投げだった。さあ、お前のやりたい放題に8%。投げを見せていきましたね。開幕は取っていく。やっぱね、開幕もみじはパーク取ったんですけどね。そればっかりじゃなくて、ポポイ側としても対応しながらって感じかな。E ボタンに対してものすごい警戒がうまいですね。さあ、風と雷、まあ、アルカナ買えないでしょう。多分使い慣れて、なんか両者多分戦ってるはずだから、何回か。アルカナとはアルカジュ、ある程度決まってるんじゃないでしょうか。さあ、そして出てくる開幕はキリスで、様子見た。開幕ふわふわと上がっていく。回るよ。じゃあ、復帰ジャンプ B 当たって、昇竜拳、うん、キッチン繋いでいく。叩き落として、奥攻めは 2B。スキリス、回って、チョルケン、イクリプス打って、これは、イクリプス打って、タッチで、吹っ飛ばしていく。もみじ側、ベルテクサクチガード。うまい、うん、なんだ今。アドバナースのバックステが出て、そのバックステがタッチで空中くらいして、それをきっちりタッチで拾ってたのか。昇竜拳、うん。画面端、昇竜拳、テンション上がってる。テンション高いぞ、この後。さあ、テンションの代償は、ラウンドとバーストだった。さあ、一本選手していくのはポポイ。待って。ぐるんぐるんと。
さあ、ここはワンコン、うん。超お絵描き、さあ、引きは弱いが、チューリップと、雲。ただ、ぶっちゃけ安定した時点で、あいつとしては最悪のことを想定して動かなきゃいけないので、行かれるだけで非常に見ますと。待って。いいから、恐竜拳。キリス 2B、2C、2E、ベルテックス。回って。2B か、出し切り、2B、ベルゼント。強いこの男、2本目も取っていく、重い。俺が関東最強と言われている男の実力なのか。おっぽいが強い。さあ、2本側も取っていく。もみじの動きも決して悪くはないんですけどね。おぽい側がいなし、そこに攻撃を刺していくというシーンが多いんじゃないでしょうか。さて、もみじ側はハートのまま行くのかなぁ。バイス出してきた、ここで。さすがに流れがないと思い。ここでバイスを投入。ここはどう出るのか。キャラがオッケーなんであれなんですけど。ここでバイスが来ましたね。開幕2本取られたんで、さすがに流れ的にって感じはあるんですね。さてと、さあ白いお姉ちゃんが現れた。わかった、少しだけだぞ。ありがとうバイス。さあジャンプ B、 いいジャンプ A か、勝利拳。回って、ジャンプ E と、ジャンプ E か、ジャンプ E。さあ、タッチキロチー、座って。強い、この猫強い。うわ、この猫強い。2B から、ベルテック、タッチ E、ベルテックス。さあ、だがここは、石鹸して、石鹸 B じゃないかな。石鹸して、とりあえず剣を覚えていく。西地味から、双剣、状況を取っていく。搭載ジャンプ A と。お前の攻撃強いかもしれないけど、俺も強いわと、上曲がりジャンプ A。タッチーから、ジャンプ A 繋げて取っていく、ボボイ。さあ、ジャンプ、攻撃で、空中締める。さあ、ここは 2D か、ね、2D からのジャンプ E ですね。さあ、二人して、待機してる、待ってたんだよ。潰していく感じ、タッチ渡るんですが、ハイジャンプキャンセル失敗しない。はい、さあ、ジャンプ C からハイジャンプキャンセル、きっちりして、画面端、EF ない西にはいけないか、さあ、一人で攻めていく。さあ、ジャンプ E を透かして、ジャンプ A させていきましたね、今の前。さあ、ここで剣を飛ばしていく。真上からの行動に非常に強い。画面端。さあ、剣が設置してあるので動きづらいが、2B 当たる。空気が、なんだ、今の、空気が良かったとしか言う、空気で良かったしか言わないけど、ここはさすがに吐かないと。取り返していく。どうやって回って回るよと。あっちからパッパカパッパカ、シンデレラエクスプレス繋がり、EF 回収、中断補正キル。やるかとぶっちゃけ思ったけど、さすがに対戦中に突然あれが飛んでくる、怖い。回って裏投げる。空気を完全に流れを掌握しているのか、ノリノリだぞ、ポポイエコー。ガシゲラン見えるわけもなく、取っていく、ポポイ強い。このエコ強い。3-0、リードを広げていく。かっこよく耐えてくれ。さあ、リード広げますね。投げや総裁の取り方やり。当然取り方も見事だし、やっぱり大会ならでは、大会というかこういう試合ならではの補正切りを打っていったってのも非常に、大会なりするプレイヤーって感じですね。さあ、ではここはバイスを継続。まあ、バイスかなり安定感があって、アルカナも放っては安定感のあるものをどっちも選べるので、安定度合い的には、まあ、コロコロ変わるキャラクターではないかなって感じですね。一度変えたら多分、ハートに戻るってことは多分ないんじゃないかな。わかんないけど。力強さ的には多分ハートだと思うんだけど、安定感取るならバイスかなって感じはしますね。ただし、グライテンは除く。グライテンは力強いから。遊んでほしいの。わかった。少しだけだぞ。ありがとう、バイス。
さて、気になる4試合目。回って。イリス。回って。さあ、昇竜拳。うん。回って、逃がさないと。絶対あの剣のとこに行かせんぞ、お前と言わんわけですね。やっぱあの剣が設置してある場所に行くと、立ってる状態で、すごく強いので、あの剣には行かせたくなかったって感じで、超、だが、きっちりもう一度、立ち得たく、綺麗な立ち得たくでしたね、もう。から叩き落として、これは、恐竜とかコアに一度下がっていく。さあ、ジャンプシュー当たったね、搭載取るためのジャンプシューだと思うんですけど、さあ、4D を投げて、画面端何でもなんだ出るのは、いえ、トックも。上では逃げるんですけど、さあ、ここは B で刺していく。あえてきっちり差し込みで、家を消した後に具体点につなげていきますよね。さあ、搭載出し切り、カウンターヒットするも花なのでカウンターにならない。さあ、猫さんが飛んでくる。さあ、猫さん、急に強い。さあ、叩き落として。ジャンプ B を当てていく。画面弾き継続。さあ、きっちりと、こう、ファンストを敷いて、2指示目、双剣。投げて、さあ、コマ投げ、これは昇竜拳。打ったか、わからない。なんか、基本的に漏れたと思うんだけど、もみじの場合だけわからない。打ったかもしれない。いいですね、バーストはこのまで終われないと。流れ取らせないとダメですね。昇竜拳、これは攪拌。立ち絵描き、ちっと投げていき、画面端。超お絵描き、出てくるのは、あ、鳥。そして、勢い弱いぞ、チューリップといえ、立ち絵から、さあ、突き抜けると、セントロ打っていき、もみじが取り返す。まあ、ここでもみじが取り返しましたね。3-1。あ、今ので流れがどう変わるか。やはり抜群の安定感が2人とも見られますね。コンボミスとかほとんどないのは素晴らしいと思います。まあ、もみじ側の立ち絵でね、結構ポポイ側の行動を落としている部分も結構あるので、まあ、立ち絵の手は非常にうまいですね。マジで非常にうまいと思います。まあ、開幕の方にあって読み合いがその後に響いてくるっていうね、七勝ち特有の何かがあるんですけど、さあ、両者では多分、見てる側からは予想もできんぐらいの読み合いが発生してることでしょう。ありがとう、バイス。では見ていきましょう。さあ、花から、これは一人が当たる。そして画面中央に2指示目。こっちは剣。さあ、スキル飛ばして。これはめくりかな、今の。ケース EF から、うまい。EF スタートにきっちりで、ジャンプエイド落としましたね。ひっくりプスって、お絵かき猫あれ、なんだから、すげえやりにくいですね、やっぱ。相手が上にいるのにゲランガードしなきゃいけないって、非常に格闘ゲーマー殺しの飛び道具ですね。回って、昇竜拳最後も回って締めていく。ポポイ側一本選手。バーストを吐かして一本選手。さあ、ジャンプ AB ヒート。捕まえる、アドバドム的に切り返していくものの、ブラストが、ゲージがなくなってしまったんで、ブラストで切り返す。タッチが当たり、さあ、裏手だったので、手前に引き寄せになりましたね。さあ、剣は飛ばすのを予見して、ホーミングで手前に落ちていく。さあ、アドはきっちりホーミングの完成で潰して、ジャンプイン、画面8。さあ、裏はキッチガードしてる。中段もキッチガードしてる。昇竜拳で切り返していくのが昇竜拳。バイスの昇竜拳の無敵なかった。パッパカパッパカ。画面8、バースト。3を取らせたくないと。さあ、これは完全にやってしまいましたね。タッチイ、プレゼントタッチイから繋げて画面中央を置き攻めは、さあ、表落ち。ホーミング制御は非常にうまい。ベルテックス。回って。スキルさ当たって。そう、これ、昇竜使って。昇竜拳 ?A、いいから、昇竜拳繋げていき、ポポイが4本。4本目、選手。さあ、ノリに乗っているかこれは。というか、もみじ側の昇竜の警戒の仕方がすーげーうまいですね。もみじ側の昇竜を、ポポイがすごい警戒してますね。ハートの時も吹かしてるし、バイスの時も吹かしてるんで、相手が苦しいなって思った時に、取る行動を非常に予想するのがうまいですね、これは。あと、立ち回りがマジです。立ち回りがたくましい。さて、4-1。ポポイさんのレイアウトが消えたんだけど。
あ、ポポイさんに、ポポイさんに、ポポイさんは言っていた。もみじがこのゲーム全勝したらアルカナハで終わってしまう。だから俺が止めなきゃって言ってたんで。ここがって感じかな。だから対策をマジでしていたんでしょうって感じが。いろいろ対策をしていたんでしょうって感じですけど。契約制度、接続完了、召喚。さあ、だが相手はもみじ。ここまで全勝で勝ち抜いてきたもみじ。この後もまだどうなるか全然わからない。なんかプレッシャーはさすがに感じているでしょう。4-1 なんで、さすがにって感じかな。少しだけだぞ。ありがとう、バイト。さあ、こうした開幕は、サニー B が、さっき、由来点をチガードしているものを、その後の立ち位が空腹のに当たれ。当たり方して、さあ、一重が当たれ。周りをか、回ってかぶせて、だが、空投げ。ここは、お前地上に行こうぜと、言わんばけに空投げ。人へ、さはさか咲かせて、剣を飛ばせ。さあ、橋は抜けていく。真上にいると、多分剣を飛ばすのに対して非常に辛いので、今抜けていったんでしょう。ここはダメージ重視。当たったのでキャンセル可能を、さあ、ジャンプ1、叩き落として、シリーズ。さあ、バックステは丸い当たって、ここは、さらにバックステに 2B の自分からヒットする。待って。タッチを出すが、タッチ A かな嘘で、タッチ A を出すけど、これは、向こうのタッチ B がカウンターで当たってます。さあ、A が裏で当たる。回って、勝利券。タッチ B ですから、一度様子見を挟んでから、画面8、ベルテックス。まあ、様子見たくを非常に、何度も挟んでいるんですが、もみじ側もそんな、安々と勝利を打たない。勝利を打った。タッチ C、つないで画面8、回って、ベルテックス、スキルス回って、さあ、総裁から、さあ、もみじもかといって、前に出たいんですけどね、ここ以側のジャンプ A、ジャンプ E の打ち方がすごい、相手の突っ込んで来られたらジャンプ A、突っ込む前だったらジャンプ E っていうのかなり打ってるんで、相当対応しづらいでしょう。インファイター的にはエコのジャンプ A はマジでやりませんね。プレゼント当たる、これ足りるんじゃないかな、さすがに。お城になる、どんどんどーんと。さあ、ここは取り返し、ポッポイ側。ゲージ的に有利を作っていく。回って。さあ、ここは、空投げ使ったから、あれかな。相手のガーキングだったのかな。さあ、ここは A の方 B、C が、タッチ A を使ったって言ったから、投げ使ったから、そうなのよ。オーケー、うん。さあ、中段から前方中段をガードしている。しかし、ブラスで切り返す。ガードが硬い、ポポイ。まあ、非常にガードが高い。ガードしきった後に切り返して、状況有利を作っていく。勝利券。さあ、ここは、勝利四隅を挟んでいたので繋がらなかったが、フライ点透かしたところに2A、2A と。これは繋がらず。スキルス当たる、タチビ。さあ、タチビからグライテンきっちり確認して刺していく。画面8、人A かな、これ。裏はきっちりステップでくぐって、自分で操作していく。タチ当たる、バースト。さあ、これも、もみじバースト入ったんですが、もみじ側としてもこのバーストは、だるいんじゃないかな。ちょー、捕まって開演する。なんでもらう、イクリプスからの、なんでもらうの、何が出るかな。なんかこれは、張り、いや、さすがに、足りない。画面8、エルテックス、画面アタッチし、繋いで、取っていく、ポーポイ側、ゴム取っていく。さあ、なんでオランドの引きはそこまで今回はちょっと弱めなんですけど、その後の立ち回りでしっかりフォローしてますね。さあ、ポーポイが5勝目を先に取っていく。最後、タッチ E が、ジャンプ E がの最終弾、もみじがジャンプ B 出して、搭載したの見えたんだけど、その後の出し切りで、もみじが当たっちゃって、タッチ E で繋いだって感じかな、多分。さあ、ポポリが乗りに乗っている。先ほども7勝当てて、温まったってのもあるかもしれないけど、温まっていたってのもあるかもしれないけど。わかった。少しだけだぞ。ありがとう、バイス。さあ、バイスに変えたので流れをどうにか引き戻したいとこなんですよね。回って。さあ、ボンイーゲーム、絵の方したとこに待ってがあって、これ空腹の確定じゃないかな。ですよね。さあ、きっちり確定取っていき、コンボ。さあ、コンボは乾燥、日時目、画面8。さあ、日時、
総裁取って出し切り。さあこれは投げじゃなくて出し切りじゃない。結構投げるイメージが強いんですよ。さあフックジャンプ当たるもののファンタスが上がらない。 4D 当たる。 4D 攻撃光ってさっき当たる。バイザーちょっと大振り目の技が、私ちょっと大振りなんで技が。あれですね。あの 4D されて噛み合うと、ってことが結構あります、ね。ただまあ、グライデンとかもあるんですけど、あれなんですよ。4D も続けるんですけど、さあ西地名双剣、うん。東方寺様2段目はガサせる。これは総裁。バースト回るよ。回るよ。ガードしてる。タッチカウンター。まあバースト、まあ別に花なんで感じないけど、ははっ四季ですからジャンプイン通して、取っていく。ポポイ側が かなり苦しい展開でバーストを吐くっていうね。ちょっと今まで見なかった展開だったんですけど、ラウンドを取っていきましたね。タッチ、タッチって落としていく。から、捕まえて、ジャンプ、いい、搭載。だからこれは同時搭載だったと思う。同時搭載っぽかったんで、あれですね。二つは一遍に搭載取れないんで、これ違いましたね。勝利券。よし。だがプレッシャーはさすがにかかる。もみじ側にはさすがにプレッシャーがかかる、この展開。さあ、ジャンプギーで被されたくない。かといって、アルカナハートで結構やってるとやっぱよく出ちゃう。ハイジャンプガードがあるんですけど、あの辺が2ビートまで当たるとって感じですね。そこは読んでいる。嫌な展開だぞ、もみじ的には。やりづらそうだが、ここはいいから、きっちり繋いで。叩きつけ、人へ、裏落ち。ここはタッチビーが出てたんで、なんか出したのかな、わかんないけど。さあ、ここはきっちりもみ取ってきますね。ここは上から来る相手に対して、テントの向きで、まあ、完全対決ですね。さあ、復帰ジャンプ A で、タッチイン、総裁を取るも、その後の展開で、もみじがダメ取って、西地面。西抜けて、ジャンプ当てて、剣は解除していく。さあ、回るよと。ダッシュが非常に強い。さて、じゃあ、食らいて、うん、捕まえる。バーストはどんどん、うん、バーストはかざるを得ない。ここは、多分 2A でフレーム投資した後に、駒投げ確定だったのかな、今多分。そんな感じがするね。2A 使ったように見えたけど、あれ多分フレーム消費でって感じですね。はい、もみじ取り返す。バースト確保かな、今の。だから、なんで。さあ、5人。もみじ取り返す。あ、もみじが珍しく苦しい状況に立ってはいるんですが、まだまだどうなるかはわからない。で、これ俺延長して忘れそうだな。延長がどうなるかわかんないから言ってないけど。あ、この試合が終わってからにしようというふうに言う。いや、した方がいいの、これ。最速でも多分あれだし。わかった。少しだけだぞ。ありがとう、バイス。回って、搭載、ここは、勝利券。もみじがもよくしましたね。まあ、ここは、この最後、まあ、立ち枝式とか、いろんな選択肢があるんで。チューリップと太陽。まあ、曲の一枚はぶっちゃけ太陽が強い。いつもイエス太陽って言ってて、あれなんですけど、ぶっちゃけ太陽さえ出ないと、チューリップだろうが強い。回って、スキル打って、ブライテン打って、もみじがモンスターを取りたいが、なかなかブライテン対しても結構置いている。回って、まあ、投げは抜ける。タッチビーからブライテン。あら？シート A、これは復帰ガード。2B が当たる。さあ、今繋がるかどうかわからなかった。スキリス。まあ、これは接した剣の攻撃でしたね。西はさせない。これは関わりなかったブラスト。4D! ここで 4D! 僕は今お城になる。さあ、ダウン王子だったら不安になったので、きっちり当たったのを確認して、じゃあ振ってきましたね。回って。スキリス。2B、パッパカパッパカ、画面端、ジャンプ E、ジャンプ C、タッチ E、つなげて、ダメ取って、ジャンプ B カウンター、昇竜拳、うん、つなげて、タッチ E、回って、さあ回るので結構距離かけれるんですけどね、その距離がバンバンが通ってる感じがしますね。だが、ここで、ゴミジガをワンコン入れて、画面中央、一人を斜めに落としていく。
ブラスト、だからこれ、どっちもブラスト入ったので、ワンコン怖いぞ。マリオと、ベルテックス、マリオ、スキリス、もみじはかなりきついですね、このライフ。だから、タッチビー、カウンターヒット、ここでカウンターヒット、だいぶ大きなダメージを奪われて、一度 A、昇竜拳、ここはバーストを吐かない。さあ、バースト読み組みか、それとも、まあ、風なんでバースト吐くと次のラウンドしんどいからか。とりあえず温存していく。あ、ポポエ側も精神的余裕があるのか。ここで一応、ほーいか、何が言うかな。雲と家。そして、ベルテックス。もみじ側は、あれですね、しのぐというよりは殴って解除しようって感じですね。太陽とか自体は。なんか家とかが。ですが、そこに対して、ベルテックスが置いてありますね。いいですね。待って。さあ、2A からの投げに行ったんですが、そこはきっちりコパンを置いてある。画面8に1位締め、創建。ここはバーストと。さあ、バースト吐いて。捕まえて、これは、旅はさすがにしないか。脅威があるので前に出にくい。さあ、剣は飛ばせない、これカード。さあ、剣。さあ、この状況非常に厳しいですね。剣が発生補助が相当早いので、相打ち両手で撃たれると、かなりやることが減る。なくはないんですけど、多分かなり仕事しなきゃいけないですよね。さあ、剣を植えて飛ばす仕事。おみじ側取り返し3、王さん。あれ、多分ロック技を打たなきゃいけないんですけど、総裁後に多分塩を打つぐらいしかやることがないんじゃないかな。状況を開始する。まあ、状況はね、持っていかれたらいけないんで、まあ、その状況になる前にどうにかしようって感じですね。まあ、飛び道具があれば一応検査はできるんですけどね、ナイフ巻きてるとやっぱり状況は非常に厳しいものがあるといった感じでしょう。さあ、でも、だが、ゴースさんどうなるか、この差。さあ、今田ポポイが有利なれど、もみじ側が流れを若干取り戻しつつある感じがある。もみじ側に流れがつつある。わかった。少しだけだぞ。ありがとう、バイツ。さあ、この状況どうなるか。さあ、開幕、クラゲ。からワンコンボ、まあ、クラゲ指導なんで、そんなに多くは減らないんで、状況重視ですね。条件で状況を取っていく。これは、クーラフの上に持っていかれてしまうので、飛ばない。4-2、タッチ A、出し切り。そう、エコのタッチ A ですけど、あれ、すんごい強いの。すんごい強いのって言うのもあれだけど、すっごい強いです。昇竜拳出してくれるの、潰れましたね、昇竜拳ジャンプ入れ。昇竜拳の無敵切れた時にジャンプ入れが当たったから。さあ、表裏拓、オイラ拓を通していく。さあ、ライフボブ、人へ。ガードして、裏が昇竜拳。うん、だがこれは戦うとして終わりかな。回って、タッチ、回って、昇竜拳。うん。スキリス、EF。だがこれ、上半身無敵。足りますね、さすがに。さあ、ここはジャンプインに対して無敵技を合わせていき、取っていく。さあ、ライヒ上半身無敵なんで、確か。まあ、ああいう時に打てばかなり強いですね。まあ、セントル打つのはちょっとリスクが高すぎるんですけど、さあ、捕まえて画面8。さあ、普通はクーナギで勝っていこうとするが、それは当たらず。両者お見合いの画面8。グライテン使ったところに、CA からワンコンボ。まあ、グライテン使ったところに、スカッと非常にうまいですね。1回それで振るのって方が多分すごいうまいから。うん、スカッした後に2A を出してますね。結構構築、まあ、そこまで長くはけないんで、長くも短くもないんですけど。2B、これは勝利が出せなかったものの、ターンは継続、剣飛ばしていく。さあ、はるか彼方にあった剣を飛ばしてきましたね、今。さあ、情報共有攻撃。ただ、情報には敵がいなかった。さあ、一本取り返していく、ポポイ。回る開幕剣、これはもみじ側としては痛いバーストの使わされ方でしょう。プレゼントが出ていた、そこはグライティングぶち抜いていく。さあ、花が咲いたよ、と。回るよ。回って。さあ、EF ガード。回って。さあ、ガード。タッチ B 先端当たる。そこからきっちりコモ対撃。これは、一時目にはいけないか。どうやですね。では、最大ダメージ取っていきますね。タッチ A 対決。これはバースト使わざるを得ない。
でも乾燥、その後は乾燥したから、形も終わったかもな。超お絵かき、ここはダメージはなくてお絵かき。回って、タッチ、繋がれ。叩き落として、地味に体力まだあります。長いな。チキリス当たる、投げを抜ける。ジャンプ A、ジャンプ A、バースト。さあ、ワンコン圏内だかー。いや、もみじ側はまだか。いや、これ圏内か。当たらない、ここで今、白になってしまった。多分ぐらい、多分、超馬車が出したかったんでしょう。さあ、ここはもみじ取り返す。多分、超馬車が出したかったんじゃないかな。ため時間が足りなかったから、パッパかパッパができないと思うんで。あれ、ためますなんで、一応。だけど、ちょっと裏に回ったばっかだったんで、出ちゃいましたね。5-4と、さあ、あれを、なんだっけ。差を縮めていく。さあ、一つまで差を縮めて、さあ、プレッシャーがかかっていく。ボボイ側にもかなりプレッシャーがかかっていく。分かった。あ、どうなるか。この試合、とても注目のかかる一戦。開幕は、ジャンプやっていく。キリス？ぐらいけん。うん。ぐらいに行く。これ 2B にバックハンド取ってますね。キッチンコンボ乾燥し、ダメージ取って。回って、さあバースト、このままで終われないと。上取って回る。投げて、画面端。超お絵描き太陽と家。さあ、さすがに画面8から出して。まあ、付き合ってはられないですね。ジャンプ B 当たる。これはゲージが切り返し。切り返しからの。剣飛ばして。さあ、一点集中突破と。引き抜ける。一本戦士していくのが、持ち目手を使って一本戦士していくのはもみじ。ジャンプ A、タッチ C、つなげて、上流剣締めから置き締めはベルテックスを置いていく。さあ、ずらしていくが、そこはステップ上り A で、もみじ側は対空。捕まえて、画面端。さあ、人へ 4-2 で吹かす。あ、この辺終わないとバースト。流れを引っ張り戻されるのが嫌だったんで、バーストを吐いて、って感じですね。さあ、もみじ側ここは、もみじ側ここがここは置き締めはハイジャンプガード。あ、総裁総裁と。さあ、ジャンプ A。あの位置のジャンプ A、エコに勝てるキャラはそういないぜ。ベルテックス、回るよ。ここが勝利切り返すものの、ゲージがないから、これ以上繋がらんかな。さあ、もう、だから、ここから、エコのワンコンも結構重いんで、一発入ったら終わってもらう。ラインな気もする。タッチ、カウン、タッチヒット。カウンターだったけど、カウンターじゃない、浜だから。さあ、昇竜誘いながらの、さあ、上昇復讐攻撃、突き抜ける。バースト吐いて。ここは裏が、裏よ、待ってか。相打ちだが、ダメージ勝ち。さあ、タッチと大打ちしたんですけどね、ここで 5-5 追いつくもみじ。さあ、剣の方がダメージ高かったですね。さあ、ここで、ここで状況は5まで追いつく。剣は本当に発生保持がめちゃくちゃ早いんで、あれを止めながらっていうと、もう投げるしかないですね。まずい。あの状況だと。それか、白ぶっ放すか。エーテルリンク、契約命令、接続完了、召喚。アルカラさん、仲良くするか。ああ、ここでどちらが勝つか、先にリーチになれるのはどちらなのか。白いお姉ちゃん、遊んでほしいの。さあ、開幕、先に一発ぶち当てるのが、先に開幕ぶち当てると相当大きいかなって感じがするんですよね。ありがとう、バイト。あ、ガンプして、EF 中なのにさすがに厳しかったな。EF 中のエコのジャンプ E 総裁取っちゃった場合結構自分で言うね。さあ、昇竜元気に帰って。さあ、グライテン、うん、爆してグライテン。ここは差し込んで、西締め、双剣、うん。突入昇竜剣突入使ったらお前上から来るんだろうって言わんばかりの昇竜剣でしたけど、上から来ませんの。先見すぎてる。キリス。
はゲージがないので両者引き直し、はい、さあ 4D したところにキャッチ B が刺さる。画面8、西いじめ。正直、これは攻撃が足らなかった。そしてブラストが出てくるので、一直剣も消える。つながりはせず。さあ、A、C と。剣は飛ばして、多分剣を設置する準備をしたのかな、これ。あ、バーストを吐く。グライテン？グライテン？ですよね。あ、爆戦に返した時点で多分グライテンな気がする。グライテン、グライテンと決めていく、取っていく。さあ、パッパがパッパが、画面8、超絵描き、何が出るかな？チューリップと家。これは、もみじを我慢しながら抜けていきたかったものの、これで、画面8を継続。さあ、ここで昇竜が繋がらなかったんで、出てきたんですけどね。周りようが勝利になりましたね。ここはグライテン出してたんですけど、さすがにぶち抜けなかった。家と太陽、これはきつい。さすがに。さすがにきつい。さあ、一本取り返していくポポイ。ライフない時にあの状況で言えたりはさすがにきついですね。スキルス、相打ち、昇竜拳、切り返していき、昇竜拳、回りよと。相手が上にいてもね、結構上りのジャンプ E がすごい、相手側としてはやりづらいんで、あれが非常にやりづらい、嫌ですね。もう失敗したと。1位目、刀剣、4D 投げは通らず、4D 投げはきっちり 4D に対して 4D で受けてますね。叩きつけて、画面8。アイアンプリンス、搭載はしているものの、上のウックを抜きました。剣飛ばして、上からのかぶせ。パッパがパッパがつなげて、ここはバースト。ここで取られ、流れを取られてしまうと多分、まあ、ちょっとめんどくさい展開になったんで、バーストしましたね。ジャンプカウンター、バーストが溜まっている。ここは読み合い。さあ、ここはアドバ、だが、ここで昇竜拳使っているものを、だから、昇竜拳まさかのゲージなかったのに。家と太陽出たぞ、ここで。さあ、剣はでも、ただ立ち入り消していく。ガーキャンの読み合いがすごい激しい。ジャンプ 4B が置いてあった。ここで逆転、もみじが取っていく。これは、投げる。さあ、もみじが逆転し、先にリーチをかけていく。おいしょ。さあ、6、5を。リーチを先にかけたのはもみじ。エーテルリンク、契約セール、接続さて、これで。アルカナさん、アルカナさん、仲良くするの。ここで終わるのか、それともポポイ側を取り返すことができるのか。さあ、もみじが怒涛の連勝を見せている中。さあ、どうなる最終試合か、最終試合にならないのか。ありがとう。見てる側としてもどう転ぶか全くわからないけど。さあ、スキルスぐるんぐるんと。ブラスト通して、切り直していく。はい、まず切り直しですね。回って、ニエをしたんですけど、フレーム的に、多分同時にニエをするかな。フレーム的にエコじゃフレーム、ニエじゃ勝てないですね。エコのニエ、そう、遅いから。さあ、A、めくり当てか、今のジャンプ。ここは、勝利が、まあ、多分、二人ともわからない。ブラストは読んでいる。ここで、ブラスト読み。まあ、創建された側としては何か行動を通したいには、ブラスト読みを、まあ、ブラストっていうふうに書いてるんですけど、それ読んでますね。ぐらいで、うん。回るよ。逃げ逃げと。さすがに創建を消さなければ。創建を消さなければ、近寄ることができない。投げて、ジャンプへ、ジャンプへと。まあ、きっちりノーゲージ10本も入れていく。画面端、2B、E、復帰を勝っていく。回りよと。今、竜巻の存在が多分、一瞬思考に揺らした感ありますね。もみじ側、そこへ取ってたんですけどね。あ、竜巻ある、どうしようかって思ったのが、ちょっと恨めた感じがありましたね。表に帰ってくる、二択、超絵描き、もう一回書き直すわと。だから書き直しても、あれですね、チューリップと組むままですね。回りよ。回りよと振ってくる。これさすがに足りるでしょう。ゲージも回収しながら。最大ためにいい、決めていき。あ、ポポイが取り返す。状況ゴール。回るよ。昇竜拳。これはガードしたが、その後の、マイホーミング攻撃当たる。4D は昇竜拳。アドバ読みなのかなって気がするな。画面端だとアドバ結構鉄板コードになる。
さあ叩き落として白になる。ここでここまで来てこれを残してる。回るよ。ぐらい剣昇竜剣回るよと。ここは次もみが捕まるかポポが捕まるかによってかなり変わるけど、剣をとりあえず設置しておいて状況的有利を作っていく。超大描きだ。飛び道具飛ばしながら、これはいや足りないな多分。コンボだったらあれだけど、うん、まあバースト使うのはもちろんですが、さあ状況的グライテン、グライテン勝ったのはもみじ。はい、というわけで7号で勝ったらもみじバイスになります。おめでとうございます。グライテン、はいまあ正直あと一発になった時に、ね、グライテンかグライテンが剣で終わりだなとは思ったけど、グライテンかあの人間飛ばして終わりだなっては正直思ったけど